長崎県内での自主トレを公開した楽天、早川隆久投手、25、が、今年は先発陣の軸としてフル回転することを誓った。早大の先輩のソフトバンク、和田らと合同練習を行っている現在、4年目の飛躍に向けた気持ちをこう言い切った。期待に応えないといけないと思いますし、自覚を持ってやっていかないといけないというのはある。今江俊明監督、40、が望んでいる年間15勝と150イニング登板を達成する気は満々の様子。自身初の開幕投手についても、開幕ローテというところをしっかり視野に入れて、プラスアルファとして目指していければ、と意気込んだ。今オフはオーストラリアに単身で渡り、ウィンターリーグに出場。フォークに磨きをかけた。さらに、和田からは活躍への秘訣、を自主トレで伝授してもらった。無事これ名馬じゃないですけど、怪我しないことを第一の目標でやっていきたい。もちろん、パリーグ4位からの巻き返しを目指すチームにとって、自らの力が必要だと分かっている。